たき仰ぐ国の旗。何をやったこいつ。はあ？いや、ブーンじゃねえだろ、おい。バカ野郎だな、おい。ナンバー121って書いてあったぞ。この16号も突破してきたね。ねえ。いや、ああいうやつはもう、どっかさ、もう誰もいない僻地でさ、単独で、誰にも迷惑をかけずに。重点措置の地域など、感染拡大地域との往来は自粛するようにしてください。そして、大型連休のイベントなど、セールだったり催しなどありますが、人数を制限して行うようにしてくださいということですね。昨日は異例となります、福岡県知事、陽性者増加が顕著になっている福岡県、福岡市が連携し感染拡大を食い止めたいとしています。そして高島市長は緊急事態宣言などこれ以上厳しい措置になる前に早くから県独自の対策を打つべきだと思ったというふうに対策の内容を説明して、福岡市が連携し感染拡大を食い止めたいとしています。そして高島市長は緊急事態宣言などこれ以上厳しい措置になる前に早くから県独自の対策を打つべきだと思います。